じゃじゃーん。びっくりした？これでいいかな？これでいいかな？はい、ということでですね、今回の動画は私が去年からやってる VR の啓蒙活動の一環ということで、まだね、こう世間一般的には VR とかバーチャルっていうその言葉だけが一人歩きしていってしまってるので、実際にこの VRHMD を使ってどういうことができるのか、バーチャルリアリティっていうものがどういうものなのかっていうのをまだね、知らない方がほとんどなので、どういうことができるのかっていうのをみんなに知ってもらうためにこの啓蒙活動を続けてるので、今回の動画もそれの一環ということというわけでですね、約1年ほど前に120秒でわかる VR の魅力っていう動画をね、今この辺り表示させてると思うんですけど、その動画の内容がちょっとわかりにくかった。わかりにくかったね、あれはね。ということで今回新しくこういうね、いろんな面白い機能が使えるようになったので、もうね、すでに VR で遊んでるよっていう方にとっては、今更お前は何を言ってるんだっていう、そういう動画の内容になりますけど、ぜひねお付き合いいただけたらなと思います。でですね、今回見てもらってる人たちには、この動いてる私が自分自身だと思って、これが自分だと思って見てもらえるとよくわかりやすいかなと思います。はい、それではですね、実際にこのバーチャルの空間に来た時にどんなことができるのかっていう、その一例を紹介したいと思います。例えばなんですけど、この好きなアイドルがいる、そのアイドルを目の前に呼び出して、こういろんなことができるっていうのをちょっと今からやってみたいと思います。でですね、例えば今この子が好きなアイドルだとします。でこの子にポーズを取ってもらって、例えばなんですけど、こう後ろからスカートの中を覗き込む、好きなだけ覗き込むってことができます。で当然これは中を覗き込むだけではなく、今これ手にカメラを持ってるんですけど、このカメラを使ってこう写真をいっぱい撮ることも当然可能です。でですね、ここはまた一例なんですけど、当然中を覗いたり写真を撮ったりそういうことだけではなくて、こうね、よいしょ、スカートの中にこう頭を突っ込むことも可能。ですね、当然一人だけではなく、もう一人呼び出したり、あるいはもっと大勢呼び出したりっていうことが可能なので、この子だけでは物足りない場合、
こう複数飛び出してこういろんなことをやれば楽しいことに。はい、ごめんなさい、ちょっと調子に乗りすぎました、ごめんなさい。これはあくまで一例なので、これに限ったことではなく、バーチャルの空間だともっといろんなことができる、そういうことですね。で、もう一つ、バーチャルの空間に来たらどんなことができるのかっていうのも紹介したいと思います。はい、というわけで、今ね、皆さんこう動画を YouTube なんかで見てもらって、こうモニターでね見てもらってると思うんですけど、例えばね、このバーチャルの空間に来た時に、この周りの空間が全部バーチャルの空間だったら、このモニターの映像を見るっていうこの状況がどんな形に変わるのか、その一例を紹介したいと思います。はい、ということで、今ベッドの上にメイドを4人紹介して、その後ろにデスクトップのスクリーンを置いてるっていう、そういう状態を作ってます。今後ろに配置してあるあのデスクトップスクリーンはすごくね、サイズを大きくしてあります。本当にもう映画館と同じぐらいの大きいサイズ。あの動画はね、カラオケでわけのわからんコラボしましたっていう、その動画を流してるんですけど、まあこれだとちょっと分かりにくいので、ちょっと主観視点に切り替えてみますね。これが今主観視点になってます。この状態だと、この子たち、メイドたちに囲まれながらモニターの映像を見ることができる、そういう状況も簡単に作り出すことができます。本当にね、このスタジオモードはすごく簡単に自分の好きな状況が作り出せるので、この子たちの位置も VR の状態だと手で掴んで自由に位置を変更できるので、 VR じゃない状態だとね、いろいろ細かい管理とかいろんなね、こう設定があるんですけど、こういう細かい設定をモニターでやらないといけないのでめんどくさいんですけど、 IR の状態だとそういうのが直感的に手で掴んで動かして、自分の場所もね、こう簡単に移動できますし、あとはこのモニターのサイズも簡単に小さくしたり、これね、少し小さくなりましたね。当然今は正面にモニターが配置してありますけど、これを当然座ってる状態とかではなく、こうモニターを天井に配置することも可能なので、寝ながらメイドたちに囲まれながら映像を見るっていうことも当然可能です。大体こんなもんかな。
こんなもんでいいかな。はい、というわけで、ここまで来てもらって。じゃあ、VR を始めるためにはどうしたらいいのかっていうこと。少しね、今、現状ある VR の機械っていうのが、どういうものがあるのか、その解説をしたいと思います。でですね、今から VR を始めるにあたって、まず、段階が3段階に分かれてます。初級、中級、上級といった感じ。初級に当たる人たちっていうのは、こっちにノートパソコンぐらいしか持っていない。普段はスマートフォンとかしか使わないよっていう人は、初級に当たります。でですね、そういった人たちの足がかりとして、まずね、スマートフォンで VR を体験することもできるので、そういうものをちょっと紹介したいと思います。はい、ということでですね、まず、スマートフォンを持ってる方、本当にみんな持ってると思うんですけど、ですね、スマートフォンで VR を体験する場合、100円でできます。100円ショップに行ってください。でね、この、これの段ボールで中にスマートフォンをセットして、こう、VR の動画を見たりっていうことができます。この、下の、この、ギア VR っていうものなんですけど、これは、専用のスマートフォンを持ってる人であれば、これを使って VR の動画と一部のゲームができるっていうものになってます。なので VR の足がかりとしてスマートフォンを使うっていうのは選択肢としてはまあありなんですけど、ただここで気をつけてもらいたいのが、このスマートフォンで見る VR の動画とかゲームとかっていうのは、これは今ある VR の能力の100分の1です。ここ大事ですよ。これで、この2つでできるものっていうのは、100分の1程度の能力しか出せません。この2つだとね。そこだけちょっと気をつけてもらいたいかなと思います。はい、というわけで、今度は中級編ですね。先ほどのこのスマートフォンで VR を体験してもらって、ね、興味を持ってもらったら、今度はこの、でみんな名前だけは聞いたことあると思うんですけど、このプレイステーション VR っていうものがあります。このプレイステーション VR に関しては、これはプレイステーション4を持っている人であれば非常におすすめです。これはね、本当にVRHMD なので、さっきのね、この、アコスコ、スマートフォンで見る VR とかっていうのは、これは、正確には、VR ゴーグルと呼ばれるもので、この、プレイステーション VR、あるいは、後ろにある、Windows MR とか、VRHMD とは違うものなので、これは本当にね、ちゃんとした VR の体験ができます。PlayStation 4を持っている方であれば、
ったのね、プレイステーション VR。 値段もね安く買えますので、これが一番おすすめになる HMD の一つということになります。で、次に今お家にある程度パソコンのゲームとかができるぐらいの、こうある程度性能の高いパソコンがあるっていう方は、この Windows MR っていう機械が、よいしょ、こう各社からラインナップされてます。エイサー、ヒューレットパッカード、レノボ、デル、アスースっていう感じ。この Windows MR っていうのは本当に最近出てきた、マイクロソフトが作った VR HMD っていうものなので、本当に最近できたばっかりの、まあこれでも本当にプレイステーション VR と能力はほとんど同じというか、 VR の得られる体験としては Windows MR とプレイステーション VR っていうのはほぼ同格なので、プレイステーション4があるっていう方はこちら、プレイステーション4を持っていないんだけどパソコンはある、ある程度の性能を持ったパソコンがあるっていう方は、Windows MR が選択肢として挙げられるわけですね。ただ、またちょっと注意事項なんですけど、これは本当に Windows MR っていうのは最近出てきたばっかり、Windows 10も最近になって対応したばっかりなので、ちょっとね、購入した方からの不具合報告がかなり多いです。なので、もし VR HMD を購入する場合に、Windows MR を選択肢に入れる方は、ちょっとそういったね、不具合のこととかも考慮に入れて購入された方がいいと思います。このメーカーによっての能力の違いっていうのは全くないので、これは値段ですとか、こう流通経路の問題ですね。その程度の違いしかないので、購入される場合はちょっと気をつけた方がいいかなって、そういうものになってます。そしてですね、またこれも注意事項なんですけど、この Windows MR あるいは PlayStation VR っていうのは、VR HMD っていうのが今現状最高のVR HMD で得られるバーチャルリアリティの体験の幅としては10分の1ぐらい、最高の VR HMD を使ったものと比べると10分の1程度のものの体験が得られる、10分の1しか体験が得られないということになるので、その辺もちょっと留意してもらって検討してもらえたらいいかなと思います。はい、ということ
とね、次は上級編ですね。この上級編にある、今回紹介するこの HTC5 というものと、下のこの Oculus Rift っていうものに関しては、これは今ある、今現状、私たちが手に入れることのできる VRHMD の中では、最高性能のものになってます。この上のね、HTC Vive っていう VRHMD が、今この、私が動いてる、この機械です。この上の機械ですね。この下のオキュラスリフトっていうものも、全く同じことができる。同じ体験ができる。っていうものになるので。ただ、注意してもらいたいのが、ちょっとね、値段が高いので、あとは、使用するパソコンっていうのも、ある程度、性能の高いものが必要になってくるので、もちろん、購入される場合は、ちゃんとね、どうやって使ったらいいのかとか、どういうパソコンだったら使えるのかっていう、調べてもらってから、購入された方が、いいと思うんですけど。それでですね、この、上の HTC Vive というものに関しては、今、Vive Pro っていう、もう一つ上の段階のものが、上の段階の VRHMD があるんですけど、それはまた、ちょっとね、さらに値段が高くなってしまうんですけど、もしね、最高の VR 体験をしたいっていう方がいれば、完全 Vive Pro をおすすめします。その Vive Pro っていうのは、この今表示されてるこの2つの HMD よりも、さらに解像度が良かったり、この頭にかぶった時のね、装着した感じが良かったっていうのが改善されてるものなので、もし購入されるのであれば、その Vive Pro が今のところの現状の最高の HMD としては Pro が一番おすすめっていうことになりますね。それでですね、また注意事項なんですけど、この2機種、特にこの HTC の方は、使用する場合に、ある程度のこの部屋のスペースが、大きな空間、自由にできる空間が必要になるので、もしね、これを購入される場合は、この使える、自由に使えるスペースっていうのも考慮に入れてもらって購入された方がいいと思います。そうしないとね、せっかく高いものを買ったのに、なんかこう、満足いかないなっていう、そういうことになっちゃうので、いろいろと、なんか説明した方がいいよな。せっかくだしね。はい。というわけでですね、今こういろんなね、 VRHMD の機械だとか、バーチャルだとどんなことができるのかっていうのを紹介させてもらったんですけど、やっぱりね、まだ、こう、世間一般的にはほとんど知られていないものなので、もし、
り合いの方とかにね、こう、VR っていうのを聞いたことあるんだけど、どういうものなのっていう、聞かれたりして、紹介する場合に、この動画をね、見せてあげたりして、紹介してあげると分かりやすいかなと思います。ということでね、今回は、ここまでになります。ここまでご視聴いただき、誠にありがとうございました。また見てね。じゃあね、バイバーイ。